南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の初めての発表から今日で1週間ですこの後午後5時で政府としての特別な注意の呼びかけは終了する予定ですこのまま地震活動や地殻変動に特段の変化が観測されなければ本日17時をもって政府としての特別な注意の呼びかけは終了する予定でございます 林官房長官は、呼びかけ終了後の対応について、大規模地震発生の可能性がなくなるわけではない、日頃から地震に備えることが大切だと強調しました。これに先立ち、和歌山県白浜町は、南海トラフ臨時情報を受けて閉鎖していた海水浴場4か所すべてを再開しました。 自身のことは少しは不安はありますけどやっぱり、まあ、せっかくのお休みなんで楽しいんであの帰りたいなと思います。